やっぱりただね、その選手の時は自分も出てて嬉しかったんだけど、本当に泣いて嬉しかったビールかけはライオンズ2008年に優勝して、はい、あの札幌ドームで胴上げやったんだけど、胴上げでビールかけやったんだけどさ、全然勝てなくなっちゃったのよ、うん、あのね、もう優勝したっていう試合が、はい、できた試合が西武球場であったの、西武ドームで、はい、で中島がジャックルしてファースト投げたんだけど、ツーアウトからグラマンって抑えが投げてたの、うん、ジャックルして審判ももう上げてくれりゃいいのに、うん、誰も文句言わないよ、ブワーッと胴上げなんだから、うん、だけど、まあ、真面目な審判でセーフって言ったの、うん、いやセーフなんだよ、うん、真面目もクソもねえか、うん、正しいジャッジをしたの、はいはい、だからもうアウトっつってもいいタイミングなのよ、うん、で晴れってなってからボッコボコにされたの、逆転負けしたのよ。その前の回に満塁で負けてたんだけど、はい、ピッチャーね、川岸だって、なんていうかな、サイドスローのさ、すごいいいピッチャーあったの、うん、楽天のピッチャーが、はい、その時にさ、後藤っていう、当時ブラゼルがもう全然ダメになっちゃって、うん、4番打たせたやつが逆、中間に逆転の2点ビハインド、逆転走者一掃の2塁打打ったの、うん、時さ、俺も号泣しちゃったの、はい、ベンチの前線に立つからバッティングコーチは、うんうん、ってメモ取ってさ、はい、たらさ、パッと見たらさ、俺が泣いてんの見て、みんな、いや片岡とかみんな泣き出しちゃってんの、うん、もらい投げしちゃった選手たちには絶対勝つまで勝ったと思うなってずっと言い続けてたのに、俺が勝ったと思っちゃったみんな泣いてんの逆転負けしてさ、はい、だから池山さんから、うん、池山さんが楽天のバッティングコーチだったの、バスの中乗ったぐらいの時間に俺とかメールが来たの、うん、ごめんなって仕方ないですって、はい、頑張りますって言ったんだけど、はい、それからもう連敗連敗よ、勝てなくなっちゃった。ほで俺試合前にもこれのね、楽天がその対象チームと2位の対象と戦う時に、秋山さんに試合前に電話してさ、秋山の兄貴ってもう勝てないって、勝てないから今日勝ってくださいって、うん、でも今日いけんねんって、もうデータ出したんやけど今日絶対いけるから安心せえ、絶対勝ったるわって、お願いしますよって、案の定俺らの札幌ドームハム戦全然負けてんの、したら楽天が情報が入って、もう楽天だけは気になるじゃん、もうそんなの勝って胴上げもクソもどうでもいい、もう勝てばいいんだから、たらさ、もう食堂まで行くと、まあ、テレビもついてるから、その情報候補とかもいるし、どうなってます、初回にね、楽天がね結構3点だから5点取ったっつ、よっしゃーと思いながら、ダメまたやっちゃってる、勝ったと思っちゃってると思って忘れよっつって札幌ドームの、僕は俺が攻撃の時はもう本当バットケースのすぐ横に立って、監督がこの辺いいんだけど、うん、指示出したりしてたから忘れてたら、うん、7回ぐらいだったかな、8回ぐらいだったかな、なべちゃん来て、デブ優勝したぞって言ったの、監督が来て、もうまた泣きそうになってやばいと思ってさ、泣いていいのかなって、あ、今日勝たなくていいなと思ったら涙出ていっちゃって選手が笑い出してて、はい、また泣いてるそれで、はい、勝って、まあ、その会見とかまた同じパターンだね、うん、監督とそのレギュラー陣選手たちがやってる間俺ら部屋で待って、はい、で何時にもう外にあるなんかイベント場があったのかな、あれ、うん、札幌プリンスかなんかね、そこでビールかけやった時はさ、もう本当にもう死んでいいと思ったね、あ、もう死んでいいって、このいつらこの子たちとこんな思いもして、代わりの耳に噛みついたりさ、覚えてんな、そんでその後の飲み会があるの、はい、あ、さらにあるんですか、選手は選手でやるの、あー、コーチはコーチでやってんのか、俺初めてだからコーチとして、はいはい、でね、俺言ったの、みんな安が片岡と栗山と中地とかレギュラー陣に、お前らさって、俺たちこんだけさいつも一緒にいてさ、まさかお前らだけで飲み会やる気って、え、普通そうじゃないんですかって言うから、はい、普通そうだけどさ、うん、俺はなしじゃないって、うんうん、一緒に入れてくれよって一緒にね、言われたけど、こんなのありえないの、うん、優勝したのに、はい、監督コーチと選手が一緒に飲み会ってありえないのね、はい、で、まあ、お願いした形 で監督にも相談して、うん、監督飲み会一緒にって言って、選手がいいって言ってけんですよ、本当かいいの、デーブさ、それって選手いいのかとか、いや、あいつらがやりたいって言ってますとか嘘ついちゃってで、みんなで黒谷さんがまた説教とか始まったらヘッドコーチめんどくせえからみんなで飲ましちゃいっつってクラブ貸し切ってんのね、はい、
もうみんなで全員で「ヘッド今年ありがとうございました」とかって言って、あのそしたらさ黒井さんも強いのよ、全然言わないじゃん作戦ミス、よしもうみんなで飲むぞとかになって、はい、結局俺が一番みんな飲まされて、はい、もう全然歩けないもうダメだって帰ったら江藤がいたの、はい、あれ大根お前どうしたって、もう疲れましたって、うん、あいつもやっぱりその俺ら首脳陣と選手の間に立ってやってくれる人が疲れたんじゃない、で2人でたこ焼き買って帰ったのまあでもあれがね一番の思い出かな、はい、その日本シリーズもそれはもちろん嬉しかったんだけど、あのペナントを勝ち抜いたっていう、まあその後プレーオフもあったんだけど、やっぱりこの143試合戦ってだからあのプレーオフって制度もまあまあプロ野球としては楽しいんだけど、やっぱりあの優勝するっていうチーム同士が日本シリーズっていうのが一番いいのかなっていうね、営業を考えなければ、はい、野球ファンを考えなければいいのかなって気はするたぐらい本当に嬉しい優勝だったな、嬉しいビールかけだった、もう一生忘れない、うん、この子たちのためにこの子たちがこんな風に俺のことも思ってくれてって俺本当に死んでいいと思ったの、っていう2008年のビールかけ、思いがこもった詰まった本当に終わったビールかけ、そうそうそう、なめられてたけどな、働いてるとかということで今回ビールかけの話をさせていただきました、はい、ありがとうございました。このチャンネルが面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。